よし、心配事もなくなったし、次はそろそろモリアーティにプレッシャーを与えないとね。僕が彼だったら、今は禁足地で箱舟の研究をしているだろうね。何せ、あれはポロスの発展の源でありながら、彼のあらゆる疑問を解決できる鍵でもある。そうだ、箱舟は君たち地球の文明の産物だから、僕らは君たちの生徒と言えるね。いえ、少し謙虚すぎるのでは、と思っただけです。僕は最初から謙虚だよ。褒め言葉として受け取っておくね。こっちでいいと思う。おかしい。中立の立場を保つはずの虚数の造物がどうしてここに？珍しい怪物だね。後で博物館に保存しておこうか。まずは一個前の展示品を何とかしてください。魔怪獣また現れたんですね。崩壊獣がまた町に現れている。ここの崩壊現象はますますひどくなっているようです。それはどうかな。モリアーティが崩壊を消そうとしているなら、その過程で漏れがあっても普通じゃない？やはりここの状況を監視していたんですね。それってこの崩壊獣たちは彼がわざと残したってことですか？動物を飼いならす手段を知ってる？その生存区域に天敵を数体残せば、動物たちは常に警戒状態になるんだ。それにモリアーティの目的はここの災害を解決することではない。彼が必要としているのは崩壊と代理人の力の動的平衡だ。そうすれば、でも彼は事態を簡単に考えすぎだよ。本当に彼の望む通りに全てが発展するとでも？さ、早く行こう。リタさんの態度が前と少し違うような。投影がまた不安定になっています。一体どういうことでしょう。もともと一人だけが使える投影の通路が、今は僕たち二人を同時に受け入れているからね。特殊な状況だし、少し我慢して。これもあなたの傑作だったんですね。以前こうなったのも、あなたが私を通してここの状況を観察していたからですか？教えない。楽園の番人が強くなっています。それともあなたの存在のせいで私の投影が前よりも弱くなっているんですか？はあ、まさかこんな厄介な邪魔者になってしまうなんて僕も思っていなかったよ。こんな状況になると知っていたら、最初からその数に制限を設けるべきだった。あなたはこの怪物たちを操れるんですか？今は無理。こいつらはもともとこの町に属する力で、特殊な時にだけ使う清掃員みたいな感じかな。義心の記憶が混乱したのはモリアーティが彼らの制御権限を奪ったからだよ。代理人の指揮に混乱が生じたんだ。言ったでしょ、
彼らは僕のコピーだから、投影に似たような体の機能も共有されているんだ。君やモリアーティとは違うけどね。それで、あの記憶は本当だったんですか？彼らはただ今を忘れているだけなんでしょうか？ピターお姉ちゃん。やあ、また会ったね。僕に会いたかった？レッドさん、バイオレットさん。ピタお姉ちゃん、その人から離れて。彼女は危ないよ。待ってくれレッド。ビタ姉さんはいつもと少し違うようだ。ビタ姉さん、どうしてここに？ポロスの異常に気づいてわざわざ僕たちを助けに来たのか？その通り、君たちを助けに来たんだ。でも君たちの考えとは違うかもね。わざわざここに戻ったのはモリアーティを倒しに来たからだ。ビタ姉さん、何か誤解してるんじゃ。確かにモリアーティは何かを企んでるけど、彼は僕たちに災害を解決する方法を教えてくれた。災害を解決する方法って、君の後ろにいる楽園の番人のこと？悪いけど、そいつらも僕のターゲットなんだ。はあ、甘い子たちだね。コントロールできない力を使ったら、自分自身に耐えられない結果をもたらすかもしれないと考えたことはないの？モリアーティに対してもそうだ。彼のターゲットは君たちじゃないって、どうして確信できるの？ビタ姉さん、モリアーティはそんな人じゃありません。彼は本気で私たちに協力してくれています。私たちと一緒に崩壊獣と戦っているんです。君たちね。なるほど。君たちは生まれたてのひな鳥みたいだ。誰かに優しくされたら、そいつは悪者じゃないって無意識に思ってしまう。ビタお姉ちゃん、どうしてそんなことを言うの？僕たちに他の選択肢はない。それに、いざという時、僕たちは最後の保険を使うつもりだ。君たちは生物の原理を知らないのかもしれない。けど、すぐに譲歩することはなさそうだ。それなら、これ以上話に付き合う理由もない。どいて。僕たちはモリアーティのところに行く。そして、君たちは、負荷を止められない。ビタ姉さん、本当に話し合う余地はないんですか？ビタお姉ちゃん！わかった。言っていいよ、ビタ姉さん。ふか。ビタ姉さんの言う通りだ。僕たちはモリアーティの話を一方的に信用しすぎるべきじゃない。だから、生物をいつでも起動させられるようにすることが、今の僕たちにとって、一番大事な仕事だ。まあ、いいけどね。さあ、行こう。じゃあ、僕の代わりに運者や奔走、自立、それと和光によろしくと伝えておいて。話によると、これは君の友人が設計した宇宙船みたいだね。知っていたんですか？なんといっても、僕は箱舟が残した様々な記録を細かく研究していたからね。僕が本当に気になっているのは、数万年にも及ぶ人生って一体どんな感じなの？実を言うと、特に感じることはありません。結局のところ、その事実自体に意味はありません。毎日が新しい一日です。無数の昨日もおのずと命に痕跡を残します。それについて考える必要はありません。自分の人生のことをそこまで気にしてないんだね。違います。ただ、ええ、私のことをよく知らない人から見れば確かにそうなりますね。私にとって人生とは、過去も未来もあらゆる存亡すら関係なく、
私が落ち着いて今と向き合えるかどうかだけを意味しています。じゃあもし君が救いようのない悪者だったら、ほら君の人生の意味があらゆるものと関係ないなら、君が悪いことをしようとしたら誰も君を止められないんじゃない？その可能性もありましたが、今は違います。君に違う友人がいるから、君と同じように長い人生を持ち、同じように強い力を持つ友人があなたは何でも知ってるんですよね。うん、想像はできるよ。ただ僕には向いていない。行こう、モリアーティのところに。あの愛想笑いを浮かべた顔を思いっきり殴って泣かしてやるんだ。きっと最高だね。モリアーティ。ふむ、さすがは名探偵。やっぱりここに戻ってきたのか。しかし君は戻ってくるべきではなかった。ここは犯行現場で、クライマックス前のフィナーレを迎えようとしている。探偵の出番はまだだよ。ステージも掃除したばかりだしね。出番？君は所詮展示ケースに飾られていた綺麗なお人形じゃないか。お客さんを何人か観察しただけなのに、演出家になる才能があるって思い込んじゃったの？久しぶりだね。展示品と会話するのは初めてだ。意外に思ってる？それとももう僕を忘れていたのかな？忘れていた？そんなわけないだろう。ここに連れてこられてから僕の頭の中はどんな時でもその気色悪い顔を思い浮かべていたよ。ああ、君はどんな時でもという表現について正しく認識していないかもしれないね。この箱舟を使って教えてあげよう。千年を超える箱舟の旅の中で、美しい画家さんが常に意識を保たなければならないとしたら、彼女はどうなると思う？宇宙は何もない世界で、海よりも数億倍広い。一人でその中にいると、たとえ絶対的な自由があったとしても、死よりも辛い孤独に耐えなければならない。もしその空間上の無限を時間上の無限に換算したら、展示ケースに飾られていた綺麗なお人形の苦しみは、詳しく説明しなくても君たちには理解できるはずだ。博物館の展示品は束縛されていても意識があるんですか？仕方ないよ、ただの投影だからね。意識がない状態で長時間放置しておくと、展示ケースの中で消えていくだけなんだ。それに漁師の海で通りかかった僕に助けを求めたのは君じゃないか。せっかく君の全てをキープして二度目の命を与えてあげたのに、君は僕を憎んでいるんだね。そんなに自分の命が嫌なら舌を噛んで死んだらどう？人に迷惑をかける必要なんてないじゃないか。ビタさん、見ただろ？彼女にとって凡人はどうでもいいんだ。そして僕は彼女の家族に危害を加えることでしか苦しみを与えられない。優雅で情熱的で少しそそっかしいが、みんなに好かれているだって。冗談にも程がある。我が友よ、さっきの彼女を見て優雅さや情熱を感じたかい？おや、まさか君は女性が怒っているところを見たことがないのかな。かわいそうだね、
自分の気持ちに嘘をつかず、責任から逃げない。それが僕だよ。はあ。でも待って。そう考えると、確かに僕は悪いことをしたね。ごめん。仕事が忙しすぎて、うっかり忘れていたよ。何年も経っているのに、まだ君に名前をつけていなかったよね。君。モリアーティ。僕の名はモリアーティだ。ああ、モリアーティ。何も変わっていないじゃないか。別にいいけど、君がこんなに動き回ると知っていたら、以前にもっと大きい展示ケースを用意するべきだったね。君。名探偵を盾にしなければ、ベラベラ喋ることもできないくせに、もうすぐクライマックスを迎える。人に干渉されるのはどちらか、君もすぐにわかるはずだ。そうなの？別に構わないよ。役者が誰だろうと、お芝居を見るのは結構好きだからね。ただ、君のステージには、僕の好きな役者が一人もいないみたいだけど。さすがに僕のコピーたちのことを言っているわけじゃないよね。何を笑っているのかな？今の話、本気でそう思っているのかい？僕の知っている限りでは、一人の人間を理解したいなら、そいつが口にした言葉ではなく、まだ口に出していない言葉を聞くべきだ。君は、本当に矛盾に気づいていないのかい？君の家族をステージに上がらせたら、君は僕の前に現れた。それが君が用意したクライマックスなの？何の新鮮味もないね。新鮮味がない？構わないさ。すぐに君もこの演目に満足するよ。どうせこんな奴らでしょ。僕、フカも飽きているよ。そうだよね、フカ。最高傑作を見たければ、まずは場が盛り上がるのを待ってもらわないと。しかし、そろそろ時間だ。きっと、君たちはすぐにこの演目のクライマックスを目にすると思うよ。使いにくいおもちゃたちに元の機能を与えただけだけどね。どういう意味ですか？楽園の番人の元の機能ってポロスを守ることじゃないんですか？ポロスを守る？確かにそうだね。でも君が禁足地に入り、僕が昔の生遺物の中枢を通してそいつらを奪った時、面白い機能を発見したんだ。検出されたあらゆる生命体を無差別に消滅させる。という機能をね。君は、掃除機能を起動するつもり？当然さ！事実、すでに起動している。君に攻撃した瞬間にね。つまり、僕が奴らを操って君たちを攻撃しているわけではない。奴らは平等に全ての人たちを攻撃しているんだ。そして、ポロスに視線を向けてみよう。信頼している助手が急に攻撃しだしたら、親愛なる代理人たちはどう思うだろうね。驚く？苦しむ？信じられない？この目で見られないなんて、実に残念だ。やはり、君の反応を見る限り、
いわゆる生遺物とやらを起動させると面白い場面が見られるようだ。ああ、どんなものになるんだろう。実に楽しみだ。がっかりさせるかもしれませんね。おやおや、いいところに来てくれました、グレッシュ。ごめん、見落とした怪物と崩壊獣がいないかパトロールしてたら時間がかかっちゃった。フワお姉ちゃん、私遅刻してないよね？モリアーティ、まさか怪物たちを使って逃げ出すときに博物館自体のエネルギーの供給を断つなんて思わなかった。フワお姉ちゃん、こうなった以上最初から調べるしかなさそう。フワお姉ちゃんの色がある。でもここから落ちたら、フワお姉ちゃんならなんとかできるはず。そう、私もできることを探さなきゃ。この色は私を閉じ込めた人のものかな。色が伸びてる先は、彼は展示ケースの中にいるのが好きなの。変わってるね。綺麗な鳥の羽だ。バイオレットちゃんたちの色と似てる。僕はかつて刹那に咲く永遠を見たことがある。あれは無数の文明を薪にした炎で、長い時間をかけて塗りつけられた美しい色だった。あれは自由の輝きだ。大げさでブクブクしている生き物とは違う。でも今の僕はただ美しい鳥の羽を君に見せたいだけなんだ。ほら、この羽は僕のスカートの飾りにふさわしいだろう。これは箱舟のかけら？でも箱舟と色が全然違うし、むしろあの怪物たちと似てる。永遠に続く浄土はここから生まれた。出口を見つけた。開けられない？私、ダイヤル錠のようなコントローラー、内部から解くしかないかも。
わからなかったり、興味がなくても大丈夫さ。置いておけばいい。もともといつかなくなってもおかしくないものだし、君を退屈させなければいいんだ。この構造って避難所でよく使われてるもの、箱舟の技術なのかな。使えるエネルギーを供給できれば扉を開けられるのかな。そんなエネルギーがないか探してみよう。ケースは空っぽなのにめちゃくちゃな色が残ってる。さっきのかけらとよく似てる。この色の持ち主が箱舟をここに残したの？同じ色を見たことある気がする。複雑で馴染みがあるのに危険な感じ。まるで多くの人たち、多くの者たちが一緒に残した色みたい。5万年前の最後の地球にも似てる。でもそれは遠い昔の出来事のはず。あの時箱舟は出航したばかりだった。この博物館は当時から存在してたの？それとも博物館の主が？ダメ。エネルギーが残ってるけど含有量が低すぎて抽出できない。比較もできない。他の展示品を見てみよう。こうして空が裂け、大地が崩れ、火炎から生まれ変わった生物は自身のすべてを烈火に捧げ、桃の種子だけがその姿のまま芽生えることなく成長せず、3ヶ月にわたる分析を経て、ようやくこの見知らぬ地が訪れるものを残した。わずかな言葉を見つけられた。しかし、それは死に対するもう一つの表現でしかない。冷酷で、どこにでもある影に見つめられながら、生き残れる文明など存在しない。僕が背負う体も、災害の残滓でしかない。この展示品は純粋なエネルギーだ。抽出できるみたいだし、使ってみよう。あ、手が滑った。実験は成功だ。エネルギーの融合はおかしなほど順調だった。なんて美しい色だ。まるっけに染まった空のようだね。
よく知らない言葉だ。時間をかけないと読み方を思い出せないなんて。災害が全てを消した。僕の文明、友人、過去、僕の全てを。でもそれがどうした？文明もガラス容器に入った紫色の虚無でしかない。この時計は完全に壊れている。自立が何度も言ってたけど、それでも僕は残しておこうと思う。毎日3分遅れるだけで、使用する時に影響はないよ。ここはのんびりとしているし、別に気にしなくてもいいんじゃない？大丈夫、回収後は修理されるから。分解して組み立て直すとすぐに生き返るよ。ズレのある時計には時刻合わせが必要だ。当然だろ。ここで消えてる。新しい色があるみたい。あ、投影だ。さあ、教えて。君は何を選ぶ？僕はついさっき、こっそり離れられるいいチャンスを見つけたんだ。もしこの機会を見逃したら、君は数日間も時間を無駄にするかもね。わかりました。最後のあの声は、フワお姉ちゃんだ。つまり、さっきのエネルギーは、フワお姉ちゃんのところに行ったのかな。あれ？そういえば、この滝自体。地球では、海猿の目を使って、漁師の海とエネルギーを交換することができるって、メビウスおばあちゃんが言ってた。じゃあ、この滝は、ポロスの開演の目になるのかな？う、次は私の番。今世紀で最も偉大なエンジニアが、その人生の半分をかけて、編纂した取扱説明書、15巻。朗読者、パルド・フェリス。通常、量子の海にある大量かつ無限のデータは、異なる次元を折りたたむことにより、異なるユニタリー性を発生させる。そのため、それをデータの海とみなし、その中から、そろそろだね。あとはこのエネルギーを使って。
扉の奥の空間に何かが。どうやら僕たちはお互いに罠を仕掛けていたようだ。博物館にいた時、名探偵は受動的なふりをしながら博物館のエネルギーをコントロールしようとしていた。僕の滝にやられたとはいえ、結果的には休眠装置へのエネルギーの供給を断つことに成功した。その後、目覚めた画家のお嬢さんが僕に挑んだ。そのせいで僕はこの手で博物館へのエネルギーの供給を断ち、僕のために作られたこの檻に彼女を閉じ込めなければならなくなった。でも彼女は僕の知らないやり方で再び博物館を起動させ、ポロスに残り、少し前にあった楽園の番人の裏切りによる実害を防いだ。そうだね、間違ってはいないと思うよ。私は何度もあなたと渡り合ってその怖さを知っていますから、念には念を入れただけです。布石、演技、その全てが揃わないと今の局面は作れない。さすが君だね、僕の唯一無二のライバル、本物のホームズ。和光君が残してくれたカメラがなければ博物館のエネルギーの特徴を知ることもありませんでした。あなたは自分の計画を過信してインディゴさんたちを自由にさせていた。結果、重要な手がかりを見逃した。今の局面が実現したのは私に負けたからではなく、あなたの過剰な自信のせいですよ。大した得点しか取り返せていないのに、君はもう受賞の感想を考え始めたのかい？はあ、名探偵、引退生活が長すぎたのかな。少し腕が鈍っているようだ。崩壊獣を止めて楽園の番人を止めればポロスの混乱が終わると思っているのかい？いやいや、ポロスの混乱は今始まったばかりだよ。え、ふん、ビタさん、何か知っているんですか？もちろん知っていると思う。しかし、名探偵さん、君は疑ったことがないのかい？なぜあの小さな代理人たちは僕が町の崩壊を簡単に解決できると信じたと思う？崩壊エネルギーはどこに行った？それに画家のお嬢さん、君も気づいていないようだ。もし箱舟がすでに墜落しているのなら、その超高出力の崩壊エネルギーエンジンは普通の星にどれほどの汚染を与えたと思う？本物の災害が訪れた時、あの小さな代理人たちはどんな選択をすると思う？それは何だい？ああ、もちろん知ってるけどね。というより、それ以外ないんでしょ？ポロスの創造神、ヘスペの破壊者、箱舟を奪いし者、純惑星を操る者、そして、漁師の海の深淵。そんな存在、者しかいないよね。